リッチさん？どうしたんです？こんなところで。こんな時間にですか？考え事。そうですか。はい。また明日の朝に来ますので。ええ、そうですね。私の家は町の西側の端っこの方です。いい運動になりますよ。そういうわけにはいきません。住み込みだなんて恐れ多いことです。かといって引っ越しも、アパートもなければ空き家もありませんしね。特にそんな風に考えたことはありません。歩くのは好きですから、いいものですよ。特に朝。朝に歩くと季節を感じられます。問題ありません。この街にはそんな変な人もいません。それに私は忍者ですから。心も体も戸籍も生物学上も、すべてちゃんと女の子ですとも。アリチさん？アリチさん？鼻の下、伸びてますよ。何か卑猥なことを考えていたんですね。あはは、やらしい。そんな人に送ってもらうなんて、一人で歩く以上に身の危険を感じてしまいますね。すみません。でも、せっかくですから、お言葉に甘えて送ってもらってもいいですか？